皆さんこんばんは。ですね、1月4日のシャトル生放送以来ですね、お久しぶりです。キングミダラです。一部マニアからですね、ご好評いただいているミダラップスタジオの生放送ですが、諸事情によりいろいろ面倒くさいと感じられることが多くなってたので、ちょっとしばらくの間封印してまいりました。ですが、私もともと面白そうなことにはすぐ飛びつく習性のある人間なので、ちょっとこのメンツだったら面白いことになりそうだなと思い、久々に再開させていただく運びとなりました。で、今回ですね、その面白そうなことを提供してくれるであろうゲストを紹介させていただきます。まずはですね、格闘技実況ツイッターでおなじみの達也圭さんです。はい、こんにちは、キュラーキュアフローラーでございます。元達也圭でございます。今回はですね、新しく気合を入れてですね、新しい最新のプリキュアの面をまた、購入いたしまして、今回は、臨んでいきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、達也さん、シャトル放送でもいろいろお世話になってありがとうございます。いえ、その説はどうもありがとうございます。そして今回ですね、ぜひとも個人的に、接触してみたかった人物なんですけれども、伊藤圭一選手です。よろしくお願いします。今回の映像のためにですね、わざわざカメラ何台か用意させてもらったんですけれど、ケン様映像も用意させていただきました。まあ、ちょっとケン様が熱くなってきたら、ちょっとケン様にこうカメラ切り替えていこうかなと思います。で、まあ、いつものようにですね、ちょっとフリップ大丈夫かな、まあ、フリップ出して、まあ、やっていこうかなと思います。じゃあとりあえず映像をちょっと戻そう。本来これちょっとすいませんね、ちょっとバタバタしすぎちゃって放送が遅れてしまいまして、伊藤さん、今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。わざわざすいません、試合前に。でですね、まずですね、今回この3人でですね、グラチャン19、ボム9、ポイント5、大田区総合体育館の見どころと、ここ最近のグラチャンの試合映像をお送りさせていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。まずですね、今回開催される試合の概要と発表したいことを先に紹介させていただきたいと思います。まず今回の会場が、こちらですね、まあ、フリップにはもう出てありますけれども、大田区、総合体育館会場ですね。ちょっと位置が悪い、これ下にすれ、まあちょっとでかい会場ですよね、4000人規模ので、グラチャンとしては初めてのビッグマッチになります。もちろんそれだけではありません。今回はリングとケージを併設、リングをやってバラしてケージを作ってっていうケースはありましたけど、併設っていうのはおそらく格闘技史上初めての試みじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ただ一緒にするとちょっと嫌な予感もしないでもないですその辺は忘れましょう。混ぜるな、きまあとりあえず今回はちょっと初の試みということでね。で、続いてですね、ちょっと先行して発表させていただきますが、今回の試合模様は山田動画ライブで、生放送するということに決まりました。まあ、地方でですね、来れないお客さんとか非常に喜ばしい知らせなんじゃないかなと思います。ちなみに前半は無料で後半は有料という形式 になる予定です。そして実況なんですけれども、横山秀夫さん、おお、嘘です。さすがにこれは嘘ですね。で、続いて、解説はキングミダラ。これは本当です。おお、これはなんかガチでやることになりました。ボルテージみたいですね。ガチですね、ボルテージ。でも僕実況はしてないですよ。あ、実況じゃない、解説か。残念ながらこれ本当にやるんですけれども、まあ、当日は何を聞かれても放送禁止用語か高田伸彦のモノマネしかしません。おどういう意気込みなのかよくわかんないですけど、まあ、ざっと紹介するとこんな感じですね。まあ、今までのところでとりあえず達也さん、印象どうでしょうか。そうですね、まあ前回ね、何でしたか、ゾーンと、リアルでね、ケージとリングで、ようやってですね、会場が1時間半遅れて、まあ、お客さんもですね、300人ぐらいしかいなくて、はいはい、なかなか、まあ、痛いことになったということもありましたのでね、うん、まあ、グラチャに限ってはそんなことはないと思いますけれどもですね、ちょっと不安も残りますが、まあ、ちょっと非常に面白い、企画だなと思いますね。スムーズな進行ができればいいなと思いますね。できればね、やっぱりいいと思いますけどね。はい、まあ、ちょっと初の試みだけあって何が起こるのかっていう感じですけどね。ちょっとね、どうなるかわからないのがやっぱりグラチャの魅力だと。はい、思いますね。まあ、そうですね。そして今回各試合の見どころをこれから紹介する感じなんですけれども、まずゲストとしてご紹
ご登場いただきました井戸健一選手、通称健様についていろいろ語らさせていただきたいと思います。健様いいでしょこれこれいいで、まずですねこれですね、伊藤圭一39歳、カルペディエムですね、すいませんいつも覚えられないんですよ僕。ブラジリアン柔術チャオビ、MMA ファイター、某 IT 企業社長、はい、いやもうなんかもう誰が呼んだか盛りだくさん設定盛りすぎって感じです。誰が呼んだか健様、ところでこの健様なんですけれども、ちょっとどういう経緯で健様っていうニックネームになったんですかね。やっぱり噂のチームデート、チームデート、仙台、ね、おばさまたちが健様と呼んでいただいてるということで、そこからなぜか定着してしまいまして。なるほど、気がつくと他の関係ない人も健様、健様、はい、今じゃすっかりもうチームデートはもう私も子供たちになって、もうやっぱり健様と子供たちがイコールチームデートにね、はい、もうなってますからね。なるほど、その健様なんですけれども、健様といえばやはり佐野、はい、佐野です。あ、ちょっと こっちの佐野ですね。こっちの本当の佐野なんですか。これですね、本当のことを言うと、なんかコンビニ、あ、違う、マックか、マックで働いてる店員さんじゃない。それ佐野じゃない。佐野に似てるってことで、分かって取って。これいつも気になっちゃうんですよ。本当の佐野なのかな。ですよね。で、この佐野なんですけれど、あ、ちょっと待ってね。とにかくですね、不良界に頂点に立った佐野哲也、ね、とにかく健様は佐野が大好き、ね、とにかく佐野のことが知りたい、はい、そして2015年1月19日格闘技の力でとんでもないことが起こりました。昼間の佐野を知りたくないかという放送作家大井内の誘いで佐野の家に突撃します。まあ簡単に紹介しますと、まず佐野の、ちょっとカメラ切り替えて、今日俺がやってるね。まず佐野の実家に現れる。で、佐野の家に突撃、しかもアポなしですね。そして、佐野の家でくつろぐ。そして、佐野ママとパチリ。いや、やりたい放題ですね。で、この模様なんですけれども、格闘技の力で、生放送されて、その時ゲストだった佐野哲也は、まあ、死にました。こんな感じですね。こんな感じで。大井さんも悪い顔してますね。本当にね。まあ、ちょっとこうですね、こんな感じですね。で、このフリップなんですけれども、ですね、まあ、これ手前が佐野さんの彼女で、奥が健、はい、様ですね。今でも奥さんです。あ、奥さんですね、はい、そうですね、今の奥さんですね、はい、この当時は彼女さんですね、はい、で、ちょっとお聞きしたいんですけれども、健、はい、様の口から佐野哲也の魅力を教えていただきたいなと。はい、とにかく、はい、実家がすごかったんですよ。実家がすごかった。本当に合宿、みんなで合宿行けるぐらい。ああ、結構広いっていうか、ね、広い、立派な、なんか金持ちなんですね。そう、なんか木造っていうのかな、なんていうか、すごいなんかペンションみたいな、ペンションより豪華なペンションみたいな感じの、もう立派な家で、ちょっとまあこのメンバーでみんなでやっぱ合宿一回行きたいです、ね、あ、行きたい、いいですね。佐野の離れもあったりして、佐野の海外に入るような、すごい家なんですよ、ね、時ですね、ちょっと細かい情報流れて、僕一生懸命調べたら佐野の実家突き止めたんですよ、はい、ね、はい、結構でかい家でしたよね。いや、でかいですね、本当にもう立派でしたね。いつかみんなでこのメンツで唐突な話で行きましょう、近々行ってみましょう、近々行ってみましょう、超期待です。で、その佐野の魅力なんですけれど、まあいいや、それは後にしよう。ちょっと時間もしてるからね。では続いてですね、やっと終わった。やっと続いて、まあその健様が試合をするということで、グラちゃんの話をしろ。そうだよね。グラちゃんの話するよ、もちろん。です、今回の試合ですね、ボムの話もしたいんだけど、ボムの話はちょっと容量オーバーです。そうですね、まあボムは今回ね、関谷裕次郎とか黒石隆博とかね、アウトサイダーの選手が結構出ますんでね、キックファンだけじゃなくてアウトサイダーのね、うん、ファンの方もぜひ、見ていただきたいというふうに思いますね。うん、まあやっと格闘技の番組っぽくなってきましたね。で、今回ですね、健様が初めてグラちゃんに登場するということで、対戦相手はバンタム級の手塚元信選手、いきなり王者との対戦ですけれども、まずはちょっと試合映像とかご覧になったことあります？多少はあります。なるほど、はい、今回最新の映像をですね、ちょっと一緒に見てみようかなと思うんですけれども、よろしいですか？
ではですね、まずは映像の方に切り替えましょうかね。俺の魂もんでくれ。ふぅ、慌ただしかった。これが、最新の試合ですよね。沼尻健選手対静岡元の選手。タイトル戦とかではない。タイトルのタイプ、ノンタイトルですね。そうですね。沼尻選手も結構充実ができるような、なんか、いい、かなりいい試合ですよ。まあ、見ていただいても、ね、あの、わかりますけどね。もともとはレスリングエリートっていう。ああ、そういう振り込み、そうですね。そういう振り込みで、あの、やってましたね。まあ、とりあえず、試合を見てみます。ちょっと小さいものがあるんですけど、ね。いや、でもこれ実況とか解説とかやってる人大変ですよね。これ見ながらあだこだ言うわけですよ、ね、このサイズだとちょっとあれですね。おっと、うん、おお、蹴り足取りましたね。レスリングエリートを相手に片足を取って倒します。倒しましたね。逆に手塚選手が先に倒すっていう展開ですよね。手塚選手は基本的にまあ充実がまあね、一番あれなんでしょうけど、打撃もできるし何でもできますよね。バランスがいい選手ですよね。そしてしっかり抑え込み。手塚選手この間負けた。手塚選手はあれですよ、あの佐野の同門の遠藤大輔選手ですね。ああ、そうですね。リンクで、はい、試合内容はどんな感じだったのかちょっとわからない。ね、最初にもう取り掛かったんですよね。腕十字から三角に移行して、取り掛かったんですけど、それからでそれをなんとかしのいで。あのセコンドの AB 選手はもう負けたと思って、もうなんか、セコンドやめたっていう話がね、なんか山陣さんって、駿河道場の方が言ってましたよね。で、それからまあ打撃で、まあ、やや押された感じでしたけど、まあ、でもスプリットなんで、うん、まあ、勝ったかもしれないって感じですね。うん、まあ、際どい内容だった。際どい内容でしたね。おお、ここからめくりに行きますね、潜って。手塚選手は下からも本当うまいです、ね、下からもそうですね。ガンガン攻めて、ゼストっぽいですよね、うん、せっかく上取ってるのに、なんか攻めてるのはずっと手塚選手っていう感じですね、うん、お見事ですね、これ柔術っぽい。あ、そしてオムプラッターに移行した。でも被られた、うん、ここはさすが沼尻選手っていう感じですね。なんか格闘技実況っぽいな、俺実況っぽいんじゃないの。なんか佐野が最近あの、ね、柔術にハマってて、もうこの試合見ても狂気乱舞してたんですよね。すごい動きだみたいな。私あんまり詳しくないんで、母みたいな感じしてる。僕は最近柔術始めたんですけど、まあ、柔術をただやってるってだけですよね。面白いですけどね、見るとね、うん、ただやっぱルールが完全にわからないところがあると、やっぱりちょっと馴染みにくいところがありますね。ちょっとコメントが見れるから、ちょっとダメ。こっちも。あ、そうか、こっちで見れるか。遠いかもしれない。気がついたらお互いスタンドですね。もう俺頭の中テンパってても、なんか試合ちゃんと集中して見れないですよ。ご苦労様です。本当放送開始ギリギリまでね。お疲れ様です。いや、すいません。本当に。ちょっとずれた。タイトルマッチじゃないですよね、今回。はい、ノンタイトルです。初戦ですからね。でもベルトを狙うと、青レーザーでも宣言しましたね。勝てばね、ダイレクトリマッチで、タイトルマッチかもしれませんね。手塚選手はやっぱタフですよね。そうですね、スタミナもありますしね。スタミナと根性がすごいですよね。安定感もありますね。どうしたらいいんだろうって感じですよ。OK、
ジモンとか、うん、私が殺されちゃいましたからね。腕腹で潰されてますね。あ、これは厳しい。これはもう圧倒してますね、1ラウンドから。1ラウンドからっていうか、確か1ラウンドで終わっちゃうんですか？いや、これが違うんですよ。違うんでしたっけ？なかなか面白い結末っていうところでやりますけど。会場にいたんですけど、生で見てないんですよね、あ、そっか。そうですね、試合がありましたもんね。そうです、そうです。確か、もう、見たっけ？ごめん、最近記憶がすごい曖昧なんで。秋谷選手との試合がもう熱戦でしたからね。目が痛くてしょうがなかったですよね。まあ、ちょっと番外ですけど。目が痛いというか、見えないって。私のあの今年のベストバウトは巻ヶ谷キングミララ。本当ですか？これ本気でぜひ語りたいと。マジですか？ええ、なんだかもうそう言ってもらえるとすごい光栄ですね。もう感動しました。もう今日は玉木もまれてもな、ええ、あ、そう、これか。軽く蹴られて、もうそれで。これか、これ珍しい決着ですね、ちゃんと一応試合はしたんですよね、まあ、10秒だけ押してるので映像は止めましょう、いやというわけでしたけれども、どうですか、手塚選手の印象は、まあ、見たかもしれないですけど、まあまあタフ、やっぱタフですよね、まあでも二重絡みは一応僕も柔術家なんで、彼のやる寝技だったら、そういうことですよっていうことですね、もちろんそうですよね、まあ、手塚選手ってあれなんですよね、割と、まあ、負けん気が強いっていうか、うん、あえて相手の得意分野で戦うんですよね、うん、であの中村健作選手、まあ1戦目で、まあまあ後で話しますけど疑惑のドローというか、本当は圧倒的に勝ってたのにドローになっちゃって、で次の試合ではもうだから中村選手の得意の、あの打撃でですね、やっぱりまあもう優勢保って勝ったっていうのがあって、であと遠藤戦でも遠藤大輔選手負けちゃいましたけど、やっぱり打撃で付き合ったりとかですね、あえて相手の得意な分野で戦うところがあるので、はい、最後の決着としてはこれ何だったんですかね、あのローキックで膝を、そうですね、元々膝が壊れてて、で軽いローが入っただけでもう倒れちゃった、いい場所に入っちゃった感じですよね、そうですね、二重絡みはやっぱ強力でした、もうすでに壊れてたっていうふうにね、なんかあの小倉会の関係の方がおっしゃってましたね、はい、というわけでサクサク進めたいと思います、はい、ちょっと押してるんで申し訳ないです、で続いて次の試合ですね、あ、そう忘れてた。この試合に関して、佐野さんからメッセージいただいてまして、手塚さん頑張ってくださいと。結構はい、SOS 団の練習にも手塚選手来られてるらしいですね。だから一緒に練習して、俺1本取ったことあるぞとか自慢してました。あ、佐野が。ええ。それ階級が違うんだから当たり前だろうと。奥さん、呼んであげてください。ちょっと今いけない撮影がいいですけど、まあいいや。まあ、次ですけれども、木口大輔選手対兄貴選手、いやこれですね、どっちも僕、すごい好きな選手だったんですよね、そうですね、木口選手、まあ、とりあえず単純に、簡単に2人の紹介をしてみたいと思うんですけど、僕なりの印象でですね、まず最初、兄貴選手、46歳、国内最年長、47、じゃあ、訂正です、47歳です、はい、まあ、どちらにせよ最年長ですね、これ、ね、下手すりゃ世界で。かもしれませんね。まあでもダンスバンとかの結構やった、今もやめちゃったのかな。シャムロックで。あ、そうですね。で、まあ兄貴選手といえば強烈な左ストレート。佐野哲也認定神の左を持つ男。おお。の旦那氏。言わない。言わない。もう手遅れ。俺初めて知りましたよ。まあ、後で絶対怒るやんの男。はい、で、まあ、身近な、であの方に聞くと、面倒見が良くて黙って人の場合練習をする頼れる男、まさに兄貴っていう、コメントをいただいております。なんか本当に道を極めてるっていうね、そうまさに道を、もう何ともコメントしづらい感じなんですけど、そういう感じのね、その兄貴に対して、はい、木口選手のことをですね、まあ、同じチームメイト、まあ、元チームメイトに聞いてみたんですけど、どんな印象か、どんな選手かというと、これですね、頭に片焼きそばを乗せている男。まあ最近の試合は坊主頭なんで、まあ、片焼きそばっていうイメージはないんですけれど、まあまあ、これはこれとして、まあ、うちに闘志を秘めるタイプということでしたね。はい、アニメファンでね、もともとアウトサイダーのキャッチフレーズが、攻める警備員、ファイヤーボンバーって言って、まあ、ファイヤーボンバーってマクロスセブンっていうアニメの、まあ、主人公が組んでるバンドの名前なんですね。
でマクロスとかガンダムとかそういうメカものが結構好きなんですね。そうなんですね。でかつでも、まあ、柔道系のファイターでなんかもう強いと。グラちゃんでどんどん強くなっていったっていうイメージがありますね。そうですね。もともと一番最初にゼストのプレイステージで優勝して、うん、でアウトサイダーで我らが佐野のですね対戦相手として選ばれて、佐野が、まあ、やや初っ端目の試合で、うん、勝ったと。でアウトサイダーで何試合かしてからグラチャンに行って、今グラチャンで4連続 KO 一本なんですよね。そうなんですよ、ね、めちゃめちゃ強い。あ、今はもうガンガン力をつけてる感じですよね。まあ、というわけなので、とりあえずこの2人の試合をですね、ちょっと実はこれ再戦なんですよね。その前の試合をちょっと、はい、ダイレクトリマッチですね、見ていただこうかなと思います、はい、1分、ちなみに1分いきません。まあ助かります放送の進行的には樋口選手対アニキ選手、これどっちもすごい好きな選手ですから、パンチは得意ですよね。そうですね、軽量失敗しちゃったんですね。そう、500グラムオーバーしてしまったという。だからまあちょっと泣きそうですね、樋口選手ですね。まあかなりちょっと なんとなく強食恐縮されてましたよね。まあしょうがないところでありますよね。試合展開ですけれども、サウスポー対オーソドックスですね。ジャンプを入れて、さすがに警戒してますね、左は。で、おお、バーンって左が入った。で、もうこれであれです。はい、右か、そうですね、右ですね。インストレートが入って、で、パウンドアウトですね。これは早い決着でしたね。ね、ただやっぱりストップが早かった印象があったせいか、まあ兄貴選手はちょっと納得いかないという感じですかね。そうですね、まあ、やっぱり軽量失敗とそのストップが早いってことで、多分、まあ、ちょっと負けた気がしないというか、おそらく、まあ、勝った気がっていうのもあったんですよね。この辺でも難しいところですよね。動けない状態でやっぱ連打食らっちゃうと印象がすごく悪くなっちゃうの で、実際効いてなかったとしても止められるっていうことがあるんで、ね、それはもうね、やっぱりもう殴られて止まっ、もうやっぱり脳震盪を一連でもおかしたん起こしたんだったから、それ止められてもこれしょうがないですよね。ケンさんはどうでしょうか。いや、でも兄貴選手の左ストレート半端ないですね。そうなんですよ、左は。びっくりしました。はい、あれは佐野哲也認定の神の左ですからね。だな。そうですね。佐藤さんのね。ちなみに兄貴選手って、まあまあ、結構やっぱりもともと始めたのが38歳なんですよね。プロになったのが38歳で、やっぱりまあどちらかというとやや黒星が先行なんですけど、勝った試合で判定1試合だけ、あとは全部パンチの KO なんですよね。でもうね、47歳ですよ。でももうやっぱり今でもそうですね、グラちゃんはちょっと今連敗中なんで、その前のパンクラスはもう本戦第1試合の、本戦第2部のね、第1試合でもう十何秒で秒殺 KO してるんで、その試合よく見てますよ。全然ね、パンチ、まだパンチは、時のパンチはさびついてないですからね。パンクラスの方が KO 率が高いというイメージですね。そうですね、パンクラス、まあやっぱりちょっとアグレッシブ、まあパンクラスはアグレッシブなとこがね。グラちゃんは地下じゃないですよ。そうですね、グラちゃんは、まあ地下出身の選手はね、まあ、結構出てますけど、ね、まあ実力的には、はい、私はその色は確かにありました、ね、はい、まあ、グラジエーターとね、前はちょっと関係もあって、うん、そういうラインもあって、地下出身の選手は多いんですけど、うん、今は、まあね、本当に、まあ、地下の選手でも、もうトップに戦えるレベルになってますね。まあ、この2人が再戦するということでね、はい、非常に楽しみでございます。楽しみですね。まあ、きっちりとした決着をという感じですね。そうですね、やっぱり、キム選手にね、はい、やっぱり、まあ、勝ってもらって、それで、佐野のね、さらにキズ選手に勝った佐野の強さをね、うん、アピールしてもらいたいなと、うん、佐野ファンとしては。では続きまして、中村健作選手対、大金剛選手ですね、うん、はい、この試合なんですけれども、まあ、中村選手はちょっとおなじみの王者なので、もう言うことがあんまりないようなくらいなんですけれど、大金選手は僕よく分からなかったのでとりあえず調べてみたんですよ。で、まあ、とりあえず、まあ、中村選手といえばまた元王者ですね、はい、はい、そして、誰からも愛されると、これ一試合でこんだけの応援団がやってくるわけですからね、なかなかこういう選手はいないと思いますよ。元ね、自衛隊の出身の、ね、選手で、そうだったんですね、吉田道場、まあ、元々柔道をやってて、で MMA に転向っていう流れですね。たまに練習します。あ、マジですか。はい、アライアンスとあれなんで、吉田道場なんかすごい科目ですけど、内すごい内すごい、本当になんか、ね、爽やかな男 でかつて、アマ時代に佐野と対戦してですね、佐野が判定で勝ってるんですよ。
あー、それまたちょっと面白い。そう、もう佐野はチャンピオン、ガチャのチャンピオンに佐野は勝ってるというですね。そういうあったわけです。では続いてですね、大金選手なんですけれど、大金選手の情報を調べようと思って、ですね、まあ、一応ネットで検索してみたんですけれど、大金剛で検索すると、なぜかゴリラの画像しかヒットしないっていう、よくわからない現象が起きまして、まあまあ、これはちょっと後で調べてみたら、あの大金剛っていうのは、ドンキーコングの中国語かな、あ、なるほどですね、その辺に分かったらしいな、まあ、どうでもいいんですけどね。結構はない、はい、その、 あの大金選手なんですけれども、まあ、ちょっとどういう選手なのかということでちょっと聞いてみたんですね、あの身内の方に、うん、そしたらちょっと、まあ、こんな回答いただきまして絶倫だって言われて、はい、まあ、絶倫、まあ、そう、絶倫なんだろうな、う、ね、ちょっとアールブラッドの選手なんでねちょっとアールブラッドの選手みんなやっぱりなんか絶倫っぽいですよね、うん、でもあんまりこの選手すごい筋肉ムキムキのタイプではないですよね、まあ、でも顔はやっぱちょっとあれですよね、なんか絶倫っぽい感じですね、俺に抱かれてみないかいっていう感じですよね、あの前のあの4人のあのガロンだったら、あの塚本のあれのイラストにも一人に、ね、はい、関西さん次やってます、では続いてなんですけれども、まあこの試合進行具合どう？はい、じゃあ次行きます。続いて、こっち、はい、ちょっと順番ちょっとおかしいんで申し訳ないんですけれども、佐久田啓二選手対、小島勝志、勝志選手。勝志です。勝志選手。ごめんなさい、はい、名前よく分かってます、ね。これなんですけれど、どうですか、達也さん。ですね、あの佐久田選手、まあ、まさにあの、中村健作選手と並ぶ、まあ、グラちゃんのね、まあ、顔っていうか、まあ、レギュラーの選手の一人ですね、はい、で結構私試合見てて15試合見てますね、佐久田選手、佐久田選手かな、かなり見てますね、結構見てますね、はい、であの2009年にシュートであの今 の、 あのシュート艦隊王者の松本浩二選手相手に、まあ、デビューして、であの結構ね、2009年、10年あたりは結構黒星が続いてて、まあ、ウルカ選手も負けたりとかしてるんですけど、2011年のネオブラでですね、優勝して、まあ、そこでやっぱり実力が開花って感じですね。で、ただね、それからあの優勝してから連敗しちゃって、でパンクラスを離れて、まあ、ディープとグラチャンの方に移して、でそれからですね、結構、勝ってて、であの今日の今回のねメインの原井選手とは負けてるんですけど、それ以外ね無敗で5連勝して、で、あのグラチャンのフェザー中タイトルマッチを、うん、まあ大沢慎一選手と、戦って、まあ、残念ながら負けちゃったんですけど、負けてからも2連勝ですね。で再度タイトル目指して今回3連勝を狙うと。でグラチャンってすごくあの選手再生工場って言われていて、でちょっと負けが込んじゃったりするとやっぱり試合が組まれなくなっちゃったりってもあるん で、うん、でグラチャンに、戦場を移して、でグラチャンで活躍して、まあ、さらに例えば、まあ、あのさらに大きなフィールドの方に出ていくと、うん、そういう選手が、ね、すごく多くて、手塚選手とかもそうなんですよね、うん、小島選手僕試合生で見たんですけど、ファイティングネクサス、これがまた打撃がやばい選手で、ね、そうですね、地下格闘技のマスダのチャンピオンですね、うん、はい、でアウトサイダーにも出てたりとかいうことで、まあ、かなりあのアグレッシブにガンガンいくようなタイプですよね。ケンさんも喋れてるんで、とりあえずケンさんをカメラにしてみましょう。あ、どうぞ、達也さん、気にしないでしょ。あの、ちなみに、あの、巌流島に2回出ててですね、で、1勝1敗なんですけど、まあ、あの、かなりね、あの、いい試合をして見せて。巌流島に出てるってのはかなり意外でした、ね、そうですね、巌流島でね、2回、あの、両国とその前の、実験リーグですかね、そっちの方でね、2回戦って1勝1敗ですね。ナチュラルナインの飯島隆之選手っていう選手にはちょっと負けちゃって、でこの飯島選手はね、あの地下格闘家を軒並み倒してるっていう、ね、俺の巌流島はもんでくれ、そういうコメントがちょっとあったんですけど、そういう、ね、選手なんですよね。で、まあ、佐久田選手としては、まあ、佐久田選手としては、まあ、やっぱり、まあ、負けられない試合なんでしょうねと思うんですけど、やっぱり序盤でやっぱりいきなりガンガン来ていいの食らっちゃうと、あ、ちょっと、まあ、あの負けという可能性も出てくるんですが、まあ、佐久田選手がねしっかりと星を拾って強さを見せるか、しかも強さをですね、小島選手が見せるか、非常に楽しみ、個人的には本当に楽しみになってますね、はい、本当にこれちょっと見逃してほしい、全部ね、あの今回の試合も全部本当楽しみで、はい、みんなテーマもあるし、本当にね、はい、いい試合それです、はい、で森川選手と渋沢選手、あの森川選手ってあの、IGF にね、出てて、はい、でまあ、ちょっとオープニングファイトにしかちょっとまだ出れてないんですけど、まあ、今回、勝って、であの、まあ、例えば大晦日とかですね、でまあ、テレビに映るといいなって感じなんですね。あの森川選手ってあの、チームクラウドだから秋山選手の、ね、まあ、弟子と
いうことでね、やっぱり大晦日といえばちょっと秋山選手はぬるぬるとかありましたけど、やっぱりまあ師匠のね、恥をやっぱりまあ子供が注ぐというのはやっぱりぜひ見せてほしいなという感じですね。あと渋沢選手がちょっと謎ですね。私ね1試合だけ見てるんですよ。今年の8月のファイティングネクストで2位に張ったね、大化けの新之助選手っていう選手がいるんですけど、はい、この選手ね、ヒートで見て、パウンドの KO で勝ってるんですね。で、2011年以上試合の記憶が見えないんで、おそらく、久々の復帰戦で、ただね、24歳でまだ若いんですよね。だから、で、クラッシュにも出てたことがあって、パンチも強いんで、まあ、特に、やっぱ森川選手もね、パンチ得意なんでね、結構面白い試合になるじゃん。で、1試合目なんで、やっぱ一気に盛り上げてね、くれるんじゃないかというふうにすごく思います。はい。ケイさんはいかがですか。いや、すいません。すいません。ぼーっとしました。いや大丈夫ですよ。じゃあケンさんが喋ってくれみたいな声もあったんで。続いて浦健吾選手対近藤秀人選手ですね。映像あったかな。タイトルマッチですよね。映像ないと。タイトルマッチ。タイトルマッチ。タイトルマッチのやつがベルト挑戦の1回戦ですね。このアングル受ける。どのアングル強いですよね。浦健選手は強いですよ。浦健吾選手がね出てくるのちょっとびっくりしましたね。浦健選手ってね今ね3連勝中なんですよね。結構最近ねヒートでやってるんですよ。ヒートと VTJ でね松本浩二選手よく名前出てきますね。で判定負けなんですけどね、次の VTJ で星野大輔選手津田沼のに勝って、でヒート で2連勝してるんで計3連勝で、まあ、結構ちょっとね佐藤、竹則選手でしたっけ、キングオブパンクだ、キングでタイトル陥落してからねちょっと負けが、でもストラッサー選手と徳留選手ですよね。だから佐藤、徳留、ストラッサーなんで UFC ファイターに3連敗しちゃったんですよね。そうか、直前負けてます。そうなんですよ、はい。でもね、MMA ワールドシリーズっていうね、謎のミャンマーでやった大会でね、ベルト持ってるんですよ。なんだこれ、MMA ワールドシリーズって怪しい、ミャンマーなんだけどワールドシリーズって。これ怪しいな。そうなんですよ。で、今3連勝なんでね、結構楽しみなんですよね。何やってくれたか。これが達也さんの iPad だ。そうなんですよ、これ。これ盗まれたらすごい怒りますよ。そうですね。これなくしたら本当に痛いですよね。では続きまして、はい、まあ、煽り映像もあったかもしれないけど、ごめんなさい。続きまして、山本拓也選手対ビクトリーラーメンマン選手。あ、なんだこれ。ちゃんともではなくなったんですか。ちゃんともじゃない。あ、ちゃんともじゃないですか。名前が変わったっけ。別に変わってないですけれども、ええ。ラーメンマンよく一緒に練習します。あ、マジですか。汗だくで一番。ちゃんともだろう。怪しい、貨物だろう。お前が保つだろうって感じです。あ、ごめんなさい、これ僕勝手にいじっただけなんですけど。なんだ、変わったら、はい、下松選手、ね、そうですね、はい、なんか調べたら画像がラーメンマンの画像ばっかり出てくるんで、ちょっと手が勝手に動いて、もともとラグビーやってたんでね、ラグビーではすごい活躍されたライトブラダーで、やばいですね、パンクラ時代から見てますけれども、そうですね、もう物が違うっていう、ね、うん、もうチンコの物も違うんじゃないかっていう思うよね。知っちゃそうでしたよね。僕ら知っちゃそうでしたって。やっぱり顔にはやっぱ似合わないですよね。それで山本拓也選手は第二の山本と呼ばれているパラジスタ千葉の選手ですね。2013年のアマシュート全日本のベルター級の優勝選手ですね。で一本勝ちでね、2018、3年のもう最終試合ですね、アマシュート全日本、はい、で綺麗にウィルジューズで決めたんで、すごいなんか爽やかな、本当オールダウンダーめぐるのなんか室井めぐる戦のなんか終わりのような、すごいいい、ちょっとネタバレやめてください、ね、いいね、やっぱ独語感というかいい雰囲気でね、2013年は終わりましたね。でもシュートでは戦ってなくて、でプロデビューがグラちゃんで、で1ラウンド2分でパウンドアウトですから、で近藤秀人選手、さっきの浦健選手とタイトルを、はい、まあ、目指す、近藤秀人選手とドローで、で1本取ってる、1人は、山本志士ですので、もう、近藤秀人選手と、まあ、互角ないしはそれ以上のもう実力があるんじゃないかっていう、かなり強い選手ですね。超有望株というところですね。まあ楽しみな対決ですよね、これも。まあ、今回は本当出し惜しみなしという感じです。次の試合ですけれども、川中選手対秀虎選手。秀虎選手はアウトサイダー出身で、僕も何度か試合見てて分かるんですけれど、川中選手はディープでしたっけ。そうですね、ディープのね、2010年のディープのフィーチャーキングトーナメントで優勝してるんですね。でね、デビュー戦でいきなりね、シュートの新人王だった
ヒロキ選手っていう選手をいきなり倒して、一級以降ね、リープで4連勝してるんですね。すごい強かったです。で、そう、軽量失敗大王の長谷川秀彦選手。でも、まあ、でもディープのチャンピオンですからね、元。もうね、スピニング調子で。タツヤさん、顔見えそうです。で、倒したのがあって、で、結構伸ばしたんですよね。でも、ちょっとそれから少しやや低迷気味で、まあ結構試合はブレイブの選手なんで、ブレイブファイトっていうジムの試合で、そこでは勝てるんですけど、やっぱリンプとかグラちゃんに出るとちょっと負け。グラちゃんでも、グラちゃんでもね、やってます。はいはいはい。試合はちょっとすみません、あんまり。そうですね。まあで、やっぱね、突っ込んで、やっぱレスリング系なんで、結構テイクダウンは強いんですけどね、まあ、カウンターのパンチ食らって KO 負けしちゃうっていうパターンがちょっと。狙われちゃうっていう感じです。そうなんですね。なんで、かつてのね、やっぱりその、デビュー後の4連勝の時のやっぱ快進撃をまたね見せてもらいたい。どっちもフィジカルやばそうなんで、やばそうですね、ゴリゴリの対決、ゴリゴリですよね。では続いて、個人的にちょっと注目してるんですけれども、佐々木一二三選手対斉藤陽次選手、うん、でこれなんですけれど、とりあえずちょっと煽り映像が最近できたみたいなんで、ちょっとそれをちょっとお届けください。あと音声がちょっとやばい、大丈夫です。佐々木選手対中村選手の試合をちょっとお届けしようかなっていう感じです。佐々木選手不思議な選手です、ね。そうなんですよ。三連勝したと思ったら連敗とかですね。波があるんですか、ね。そう、すごい波があるんですよね。まあ、とりあえずこれは結構比較的近い試合の中村選手対佐々木選手。クラちゃんの最新の試合ですかね。そうですね。はい。その後でリオン選手とやって負けちゃってますけどね。リオン選手か、ね、ああ、中村、だからリオン・タケシ選手ですね。シュートでやってるんですよね。シュートで、やってたんですよ。まあ、で、久々にリオン選手が、まあ、勝ったんですけどね。結構押してたって聞いたんですか。そうですね、結構押してましたよ。まあ、後半はやっぱりね、リオン選手はやっぱ強いですよね。テイクダウンされましたが、まあ、でもまだ、まだ、まだですね、まだですね。まだパスですね。ガブられて、とりあえずこれで基地上取りましたね。あ、でもすぐ立ちますね。中村選手はあんまり寝技行かなかったので、目的的に打撃系の選手ですよね、うん、あとは柔道なんでやっぱ投げが強いですよね、うん、いいアップですね。すごい、うん、あ、柔道的ですね。秋山がありな、うん、うん、青森の選手なんですよね。あ、クワイ、あ、で、クワイなんですか。そうですね。え、クワイってどこから来たんだろう。多分のクワイですよね。あ、なるほど、あ、そうか、昔のブログ見たらなんか、なんだっけ、モンキー D ルフィみたいな格好。あ、モンキー D のあれなんですか。その D から来たんじゃないですか。あ、なるほど、まあ、試合にはあんまり関係ないですけど大事ですね、うん、あ、今の左ですね、うん、佐々木選手思いっきり打ってきますよ。そうですね、これこの選手喧嘩も強そうですねうん、おー、綺麗に入ったけれど、あー、でも動けはしたからちょっと納得いかないっていう感じですね、中村選手的には。結構カウンターの一発で勝ってる試合多いですよね、くらい、佐々木選手ね、回転肘とかね。そうですね、まあそんな感じでしたけど、対する斉藤選手なんですけれども、僕もちょっといろいろ聞いたんですけれど、おちょっと準備に手間取っちゃいました。まあ、言っちゃってください。斉藤選手って2010年のネオブラの予選トーナメントで優勝して、ファンクロスのプロ昇格して、で、まあ、ただ本戦はね、1回戦負けで、その年はもう結局3連敗しちゃって、まあ、2010年は今一つだったんですけど、2011年のネオブラで、斉藤正臣選手と、ごめんなさい、
あの2013年のね、あ、ごめんなさい、斉藤正美選手と、あと藤井伸樹選手ですね、アライアンスの。藤井選手に、勝って、決勝はジョン・ショーレス選手で、最近もあの日本アメリカ勝っちゃったのかな。で、あの、なんですけど、負けちゃったので、準優勝してるんですね。で、その2011年にもう一勝して、かなりなんか波に乗ってきたと思ったら、それからあのなんかやめちゃったのか、もう2015年まで試合の記録がないんですね。だから、おそらくやめて、なんで、あの、元は確か、トライ、和術研修会、トライブの選手ですかね。そうですね、トライブの選手ですね。で、あの、今はブレイブに移って、うん、で、あの、復活して、上山選手に、リアチョークで、46秒リアチョークで秒殺1本ですね。まあ、ちょっと親交のある選手に聞いたところですね、実はプロシューター希望だったんですけれども、ちょっとアマチュアで勝ち抜けずに、パンクラスのプロ昇格トーナメントで開花して、でまあ、最近は格闘技を楽しむのに重きを置いてやってる感じがします。でも46秒1本勝ちですから。そうですね。で、まあ、ちょっと先輩の根津雄太選手、まあ、僕の同期でもあるんですけれども、根津雄太選手の活躍に感化されて、あ、まあ、そうだったんですか。それで復活したってことなんですね。なるほどですね。フロントチョーク、あ、リオクチョークズか。フロントチョークといえば、あの佐々木選手ってあのデビューが、斉藤陽選手なんですよ。で、あのフロントチョークで負けてるんですよね。だからザ・ギロチンという名前の生みの親はおそらく佐々木選手だ。東北でやってたんですよね。そうですね。で、まあ、でね、それからはね、結構、まあ、振るわなかったんですけど、やっぱり3連勝したりとかが何回もあって、で、また連敗したりとかでね、あの、ちょっと波のある選手なんで、まあ、ね、今回ね、多分ハマればもう圧勝するんでしょう。ホームランか三振かっていう、そうですね、まあ、魅力はある選手ですね。そうですね。だから、ね、本当にどうなるのか、ちょっとハラハラするっていう、でもね、ちょっと楽しみな感じしますね。あ、結構いい感じに進行してるんじゃないの。うん。チャラになった。チャラになったね、もう。なんか映像あったっけかな。これだ。これを流しましょう。お、ちょっと音声を調整します。マジ。ブレイブの選手はみんな強いですからね。しっかりしない。まあでもね、珍しく内弟子のね、まだ勝負を取られててね、お邪魔だから見えました。ちょでも中村健作に勝ってるんですね。そうなんですよ、前の試合でね、アップセットというか、僕その試合ちょっとまだちゃんと見てないですけど、これは理想だ。自分五流の選手というのはなかなか珍しいですね。斉藤選手が五流だったら僕は何でなんだっていう話なんですよ。なんかこういうね、復活してくれる選手っていうのが多いとなんか嬉しいというか、ね、他にもね、やっぱり心なし仲間で辞めていった選手も多いんで、ぜひね、こういう選手に活躍してもらって、やっぱりね、また復活してほしいですよね、それに続いて。で、佐々木選手も、なんか同じく中村選手を倒してる、うん。そうですね、そう、中村健作勝ったコンビなんですね。そうなんですよね。この挑発的な発言もいいですね。やっぱりすごいスコーンって自分やっぱ佐々木選手戦ってみたいです。おおいいですね。そうですね、グラちゃんに継続参戦すればね、やっぱり見えてきますよね。そうですね、楽しみだ。この折りいいな。選手の背景がやっぱり分かるとですね。斉藤選手まだね、やっぱ試合数がまだ少ないんで、まだちょっと底が見えない感じがしますよね。
なんかしんみりしちゃう、そうですね、いい VTR でしたね。そうですね、これはいい感じだったんじゃないですか。では、うん、続いて鈴木隼人選手対キリスト選手ですね。これもちょっと煽り映像やってみましょうか。なんか入ったみたいなんで、これだ。ちょっとごめんなさい、音が。実はあれなんですよね、はい、日体大のレスリング部で、はい、大塚隆文選手の同期なんですよね。うん、割とだから、まあ、大塚選手が割と若いのか、割と関谷選手が、まあ、意外に年齢はいってるのかって感じなんですけどね。選手って何歳ぐらいでしたっけ。だから28、9ぐらいじゃないですか。あ、結構いってるね。そうなんです。割とね、だからデビューがあれなんですよ、2012年なんですよね。だからまだ3年ぐらいなんですけど、もう15戦やってるっていう。20代半ばか、結構若いですね。お、キリヒト。キリヒト選手。キリヒト選手って何、戦い方がかっこいいんですよね。パウンドで KO したりとかの。糸通しっていうね、スタンドでその、だから腕を糸通しで固めて、それでアームチキンウィングアームロックで勝ったりとか、ね、へ、すごい勝ち方するんですよ。ちょっと線が細いんでね、パワーに持っていかれたりっていうようなこともあるんですけど、体格的に一緒に練習してみたいですよね。あ、ありましたね、キリスト選手。あ、そうそう、前回のあれですよね、鈴木隼人戦ですよね。うん、で肘でカットして、流血 TK を負けだったんですよね。うん、でも、キリヒト選手にはやや、いい感じで潰した。ああ、そうかそうか、うん、ここでめくろうとしてるところを逆に肘で、ちなみに撮影場所は練馬の公園で、あそこの近くに住んでたんですよね。あ、そうなんですか。あそこに近辺に住んでる選手はみんなあそこで撮影されるんですよ。鉄肌いる選手もそうですし、僕もアドサイダーの撮影であそこで撮られたんで、練馬界隈の、はい、格闘家の聖地。これを見ると、アウレーゾであれ映ってるの3回目なんですよ。あ、そうだ、人数とか全然。今100人。おお、マジで。あ、そうなんですか。意外と見ていただいてるんですね。タイムシフトもいると思うので。まあ、煽り映像も結構良かったですけど、まあ、そのまま試合映像も時間大丈夫だね、全然。うん、もう時間は気にしない。時間は全然気にしないさ。俺の玉金揉んでくれー。行っちゃっていいのみたいな。音声、大丈夫かな。あ、前回、前線ですね。そうですね。山田電機の配信告知ページとかいつくらいにできますか。山田電機の放送はちょっと来週リリースらしいです。正式に。詳しいことはちょっと僕も聞いてないですね。とりあえず試合見ようか。ブレイブな選手ですね。うわ、プレッシャーかけられてますね。背が大きいんです、うん。うん、結構背高いですね。キリヒト、キリヒト選手。僕もね、最初覚えるの、カツなんだっけ、カツなんとかだっけ。そうそう、デビュー戦がね、巻貝選手なんですよ、巻貝は。あ、僕その試合見ました。見ましたね。そうですね、新宿フェイスだったと思う、確か。続いて、次にまたシュートで勝って、パンクラス出て、これまたすごいグラップリングのいい動きで、リアチョークで勝ったりとかですね。何かと見せてくれる選手ですよね。でもなんか隼人君がもっと圧勝かと思ったらそうでもないですね。いや、キリト選手強いですよ。強いですね。強いです、強いです。だからこの試合僕すごい楽しみで見てたんですけど、やっぱテイクダウンはね、テイクダウン能力が
で下からどれだけ見せてくれるのかな、相性はあんまり良くないですよね、キリヒト選手は。足で金網蹴って最近よくありますね、金網蹴り。そうですね、金網蹴り。押し付けさせないっていうか。あとめくりにも入れようとしてるのかな。ちょっと映像小さくて申し訳ないです。下から打ったのあ、でもやっぱ強いですね、キリヒト選手。そうですね、仕掛けがなんか。あれですよね、あれ、シュートジムとはパラストラ東京でしたっけ、パラそうですね。パラトですね、はい。そうなんですよね、あの中井選手が、あの中井先生が、キリヒトの選手の試合とかの実況すると必ずリツイートしてくださるんですよ。多分なんかすごい気に入られてるじゃないですか。そうでしょうね。多分黙々と練習するんじゃないかなっていう。お立ちますね。お立つんだ。すげえ。おお立った立った。僕だったら絶対立てないで。鈴木隼人選手だったら僕は15秒ぐらいで殺される自信があります。強いな。まあどっちもキャンブラックラーっちゃうから。おーい。鈴木隼人選手は背中がでかい。ドラッチャーでも判定はどうなんですか。やっぱ上優。判定は打撃有利ですよね。あ、すぐ立たされちゃいますよね。グラップリングも少しでも動きがないと。ただ昔よりは少し遅くなります。そうですね。やっぱり手塚元信、中村健作戦で飽きるともうほとんどつけて殴って圧勝してたのに、やっぱりドローになっちゃって批判を受けたのか、それ以降は結構グラウンドもつけ込み系の戦い方も割と評価されるようになりましたね。隼人君が下から決められるっていうのはやっぱなかなかいいが浮かばない。そうですね、決められそうになってもバスターが待ってそうな感じが。うわー、でもすごい面白い試合ですよ、本当に。あ、うん、いい試合ですよね。キリヒト選手はね、グラチャンにも出てる、シュートにも出てる、TTF にも出てるすごいもうさすらいのさすらいの格闘家ですね。今10時10時9分、全然どうでしょう。あ、そっか、山形選手。あ、印刷するの忘れてた。印刷はし印刷したどこにある。あ、してないでしょ、しくじったな。そんなに鈴木選手が圧勝なわけでもないですね、本当に。強いんですよ、キリヒト選手って。うん、まあ、下でもいけるし。ラバーくれます。山本由紀選手、ごめんなさい。ちょっとマックどけてくる。一瞬で決められてもおかしくないような。時間差ずれがあんまりないですよ。これ。仕方がためはあまり評価されませんね。うん、グラちゃんでは。まあ、そうそう、まあ、趣味の世界ですね。そういう団体、ゼストとかはね、やっぱり下からの攻め。つけてるよりは下から攻めてる選手が多いですね。そしたらもう完全にもうポジショニングは何それ美味しいのって感じ。何それ美味しいの。ポジショニング何それ美味しいのって感じですよね。グラップリング大会では全く評価しなかった。そうですね、もう決めないとポイントだっていう概念がないですかね、ゼストの場合ね。
構テイクダウンディフェンスうまいっすね。そうですね。あのこれはちゃうか。これも攻めた結果だもんね。ヒート選手本当に大好きなんですよ。もう成績はどうなんですか。結果としてはちょこちょこそうですね、あの割と勝ってると思うけどな。そうですね、かなり、まあ、勝ち先行カットですね。ああ、それでカットですね。ビジランですよね。 TTF でも勝ってますね。ごめん、キーボードある。で、ネオブラは準決勝まで行ってますから、それまでは勝ってますね。で、荻窪選手、あの今のランカーですね。ああ、はいはい、荻窪選手に、でもスプリットですよ。荻窪選手にスプリットだから、今のやっぱランカーぐらい、パンクラスランカーぐらいの実力はあるんじゃないですかね。まあ、きっちり勝ちましたね。やっぱいい試合でしたね。思ったよりいい試合でしたね。全然いい試合ですよ。鈴木隼人選手はいかがですか、健さんは。いや、あの本当に鈴木選手やっぱ知り合いなんで。あ、そうなんですか。はい、なるほど。鈴木さん、鈴木選手圧勝かなと思ったんですけど、思ったより霧人選手、はいはい、すごい強いな、びっくりしました。いや、本当ね、いい試合でしょ、あれは。僕もすごい楽しみだったんで、もうちょっと見たかったかなっていうぐらいで。まあ、でも今回タイトルマッチ、そうですよね、トーナメントの決勝ですよね。うん、ベルトのだから、そうですね、お互い勝ち上がって決勝という対決なので、鈴木、ね、まあ、選手はもう初参戦の時からベルト欲しいって言ってたんですよね。作ってくれっつって言ってたんで、まさにこれで連冠からって鈴木選手が取るか、うん、ね、キリト選手が、ね、決めて勝つか、ちょっと楽しみですよね。そうですね、うん、まあそんな感じで、で続いて山本裕樹選手やろうと思ったんですけれど、ちょっと印刷するの忘れて。山本健二選手だったらもういくらでも私語れますよ。マジですか。まあとりあえずちょっと煽り映像ですね、今、用意しようかなと思って。俺用意したかな、ちょっと待ってくださいね。どこにチンポがあったのか。チンパですね。あ、チンパですね。あ、もっとやばいよ。あ、チンパ。チンバはちょっとこういう後で放送が終わったので。こう。あ、ティブラットですね。ティブラットですね。坂本選手。すごい強そうですね。坂本選手はもうすごいパワーで。イケメンですね。もともとモンスターという。川尻選手がね、トレーニングパートナーで練習して、なんか怪我しちゃったっていうね。もうあまりのパワーで。やっぱり体やばいっすもんね、これ。坂本雄平選手ってあんまり試合しないんですけどね、2008年から7年間負けなしなんですよね。実はね、隠れた強豪なんですよ。なるほど。あ、そう、ツイッターでね、そうそう、まあ、絶戦じゃないですけれど。そうそう、いやまあまあ花がありますよね。そうですね。普通に役者とかやってるのが感じですね。まあね、モデルもやって、あ、役者もやってるんですよ。あ、マジですか。はい、役者は何だっけ、メカムエタイさんが見た映画でなんか出てたんですよね。はい、あのガチの人ですね。はい、そうですよ、安定のガチ の見た映画に出てたって言ってましたね。だからモデルで俳優、後ろ回し蹴り、でも終わんない。おすげえ不死身だ。あそか、後ろ回し蹴りだったのか、うん、2ラウンドの4分50秒ぐらいまでもう勝ってたんですよ、坂本選手が。で、で膝とかを徐々に合わせつつあったんですよね、山本選手が。で、最後に、回し蹴りで決めてダウン取ってドローだったんですね。で、この選手がだから、この試合がだから7年間で唯一の勝てなかった試合ですね、坂本選手の。3ラウンドですか。2ラウンドですね。はい、グラちゃんはタイトルマッチ以外は2ラウンドですかね。はい、ケンさんも長い方が得意なんですか。いや、全然そんなことは。1ラウンドですか。1ラウンドで終わらせるわ。潰し合いや。これか。そうですね、これです、これ。多分取って腕カンカンカンですよ。それが最後のがなければ坂本選手勝ってた。うん、とまあそんな感じですけど、プリって何も出てないですけど、まあ一気にしないでください。いやー、まあこの試合、まあ今の聞くとちょっとね、
なんか楽しみですね。もやもやしてきますよ。山本選手ってやっぱりね、あの中村選手、中村健作選手がね、やっぱりそのとか崎田選手がやっぱりそのレギュラーとしてね、うん、まあ支え、なんかグラちゃんを支えてるって感じですけど、やっぱりグラちゃんの本当のその対外的な顔、うん、グラちゃんといえば誰って言ったらやっぱり山本優希選手っていう、まあ確かにそう、ね、やっぱりそういう感じがしますよね。まあ一番やっぱり知名度花もあって、知名度も出てできててって感じで、で必ずねやっぱ何かやってくれる選手なんですよね。例えばまあ原田よしきとあのキックでやった時にいきなりもう開口一番ダウン取ったりとか、でさっきのやっぱりまあ足蹴りとか、あとはもう秒殺で膝で KO で勝ったりとかですね、何かやってくれる。であの青木選手のもやっぱり何かやってくれたっていうのもあるし、ラマザン選手もまさか北岡に勝ってるラマザンには勝てないだろうって言ったらドローだったりとか、やっぱりあの 何かやってくれるっていうところがやっぱり魅力ですよね。もちろん顔もかっこいいし、ね、あの挨拶してもらったことあるんですよ。すごいナイスガイですね。まあそうなんです。男ですけど惚れちゃいます。もう抱かれたいと。実はそれは一回来たことがあって。あ、そうだったんですか。生放送で。ああ、はい。でその時も僕、まあ、こんな格好してるせいかちょっと山本選手あの気に入ってくれたのかわからないですけれど、まあ、ちょっと気にかけてくれて、でおキングミダルだみたいな感じだったんですけれど、それでその後試合終わって素顔であの山本選手とすれ違ったら、あの全然気づかなかったあ、まあでも僕よくあることなんで、まあ、気にしちゃいないですけど逆にそのせいで、ね、あれにならないっていうのもあるそう、まあ、でも本当にやっぱりね、まあ、青木戦ではねいろいろ言われたりもしましたけど、やっぱ注目を浴びるのがやっぱりスターの証明ですからね、まあまあ、そういう意味ではやっぱりあのグラちゃんナンバーワンのやっぱスターだと思いますんでね。まあ花ありますよね、まあ、かといってそうです、ね、坂本選手も本当隠れた強豪なんでね。そうそうそう本当にやっぱりその真の力をまあ見せてくれるかっていうのもありますし、お互い負けられない。そうですね、本当にやっぱりだからその競技っていうより工業団体としてのグラちゃんの、うん、ある意味やっぱりねセミねありますけど、ケン様のセミもありますけど、やっぱりある意味ね工業団体のグラちゃんとしてはこの試合がやっぱある意味メインなんじゃないかって、うん、私はしますね。でちょっとなんか時間が余裕あるんで試合流そうかなと思います。おどうですね、どうですね、巻貝選手、あ、僕対戦するんで映像をね今あの、達也さん僕 の動画フォルダーを見てるわけですよその中に巻貝っていうフォルダーあるからなんだっていうことなんですけど、いやあの映像見てみたいですね。巻貝やミダラ戦、巻貝ミダラ戦でも流します。でもあれ2ラウンドで長いからいやそう、まあね、あれですけど、まあまあ本当に余裕があったらちょっと後で見ましょう、まあそれはさておき、ちょっと居場所が分かんなくなってきたいろいろ話しながらやってるとなんか居場所が分かんなくなりますね。ケン様の試合映像も流したいんですけどね。でもただまあケン様の試合あのグランドスラムとか映像なんで、まあそれは勝手になったらさすがに行かないんでいろんなところから怒られてしまう。グラスラム惜しかったですよね。グラスラム、まあ年までおやったケン様勝つかと思ったんですけどねまあやっぱりちょっとでもやっぱりなんですかね、やっぱり気をとしたところを見せるとやっぱり決めちゃうのが必要ですね。いや難しいところですね。じゃあどうしようかな、坂本選手のちょっと前の坂本選手見てみたいな詩を流しますか。あ、うん、先ほど紹介にもあった川中選手は最初ディープで本当に強いなぁ、本当に強かったんですよ。その強いなぁという川中選手との試合ですね。これ70ですか。確か70だったかな、だと思いますね。川中選手はサウスポーですね。顎を引いていい構えですね。結構じりじり距離詰めてる。どっちもフィジカルやばいっていう対決ですね。うん、まあどっちも練習してますからね、うん、キーブラッドも練習したくないな。キーブラッドもブレイブも練習半端ないですよね。それでも最近練習してないみたいな口を言ったりしますよね宮田さんとか宮田選手とか、うん、どこまで練習させられるのどうなんでしょう、その辺がどの程度なのかレベルがあの足かけてるのは川中選手ですかね、うん、まあ足使ってるのは割と大変そうですね。常にやっぱ前に出るタイプですよね、うん、
狙ってはいるんでしょうけれど、血のションペン出るぐらい昔のプロレスラーじゃねえじゃん。おい、ミミ、うん、坂本選手はいい距離で戦ってる感じもありますね。そうですね、坂本選手結構軽快なんですね、動き、うん、そうですね、でかいからなんか、うん、どっちかって言ったらのっぺりタイプなのかな。意外とそうではないです、うん、対する川中選手はどっしりって感じですね。さあ、どうでこの試合5分3ラウンドとかだったらどうですか。ないないです。2分しかないですから。フルラウンド戦われるとちょっと時間ばっか気にしてたら意外と、うん、全然大丈夫だ。山本選手も青木のテイクダウン結構切ってましたよね。そうですね。でミドル、あの結構いいミドルも入れてましたしね。まあ、ちょっと相手が強すぎるんで、まあまあ、もちろん、ちょっとレベルは違ったんですけど、まあ、一度寝技で形に入られるともう、うん、ダメですね。どの選手でも誰でもダメです、うん、青木選手って本当になんか基本的なところをすごく磨いて磨いてですよね、うん、そのトリッキーじゃ全然ないですよね、うん、エボルブで練習してからまたさらに磨きがすごい、うん、ほれぼれとしますって何青木の話をしてるでも山本選手結構頑張ったな。本当に私もそれはあの試合映像を見て本当に頑張ったいいところ出てたなって思いました。フィンはもうちょっと時間を置いてからやってもらえたかったなっていう感じだな。なんか急に決まりすぎてちょっと、うん、もうちょっとなんかっていうのがありましたね。相手がやっぱなかなかいないですからね、うん、そうですね、相手だと、今年は誰とやるんだろうみたいなどうなるんでしょうね。ソルジャーボーイ選手ってあのアウトサイダーのチャンピオンだった。その選手があの IGF のオープニングファイトで出るって、ね、勝ったら大みそかはあのソルジャーボーイじゃないかって。すげえ、こんなパンチもらえたくないすげえ、いやーこれはやばいですね、これはやばいいや、こんな結構パンチなんだなぁ。そうですね。そして警戒、いや、どうなっちゃうんだろう。でも山本選手に言わせると当たんないよっていう感じなんでしょうね。まあ、山本選手は攻める側ですからね、やっぱりだから、うん、当たっちゃったら倒れるんでしょうけど、はい、では次の試合いってみましょうか。メインイベント、おお、メイン、小沢慎一選手対原井徹選手。カメラ切り替えますね。ちょっとなんかもうたるんできちゃいましたねまあこの辺なんですけれども、田瀬さん、そうですね、もうやっぱり大沢選手ってね、なんか今回ちょっと調べたんですけど、レスリングがねどんな実績があるかっていうのを書こう、あのなんかじゃあペーパーに落とそうかと思ったんですけど多すぎて、うん、あの書く気なくなったっていうぐらい本当レスリングで本当神様みたいな人ですよね、うんうん。でね、戦国ゴールド杯ってあって、それのフェザー級トーナメントで決勝でね、原井選手と戦って勝ってんですよね。だからそこから、だから2009年の話なので、もう6年の、まあ因縁で、6年越しの再戦というか、リマッチっていうところですね。で、まあね、大沢選手っていうのは戦国の育成選手だったんですけどね、戦国潰れちゃって、でパンクラスとかゼストとか上がって結局シュートになったんですけど、ちょっとやっぱり夜遊びが好きなんですかねなんかやっぱりちょっと練習が不足していたのか、まああれなのかまあちょっと勝ったり負け、大体5分ぐらいだったんですよね、シュートでね。だから最初がねあれだけ注目されて、やっぱり元の、レスリングの実績と比べるとやっぱ普通の選手っぽくなってたんですけど、なんかあの VTJ であの三上ジョージ選手っていう選手で、はいはい、この選手が2014年のデビューで、まあ、2連勝かなんかしてたんですけど、それでやっぱ負けたのが結構答えたみたい で、それでもうそれから1ヶ月ぐらいでそのあの佐久田啓二戦やって、でタイトルマッチでもう一気に圧倒して勝ったんですよね。
でそれからはもう、三木渡選手に勝ってで宇野選手に、宇野香織に勝もうパンチで KO したと。抹消だったんですか。宇野戦は2ラウンドはややついたかどうかぐらいですかね、うん、で2ラウンドで、タックルでテイクダウンして でも結構ミドルとかあの宇野選手も決めてたんですけどタックルテイクダウンして立ったところでパンチ入れてそれであの挑発して、あの宇野選手が打ってきたところにパンチ合わせてで KO ですね。同じ時代にレスリングやってて大沢知らない人はいない。そんなだけやばかったんだ。宮田さんも言ってました。大沢はやばい。やばい。うん、まああのタトゥーもちょっとやばい感じ。タトゥーもすごい。でもすごいナイスガイなんですよね。でも本当にだって応援団が半端じゃないですよね。うん、もう 100人ぐらい呼んでないかもしれないけど、7、80人ぐらい呼んでるんでしょうしね。フィフィさんもね、大ファンだし。あ、人間的なやっぱ魅力はすごいんでしょうね。うん、名前の生放送やった時も大沢選手と山内選手だったんですね。ああ、誰でもよかったです。かっこいいですね。そうですね、大沢選手。まあそんな感じで、俺何やってんだろうって思いましたけどね。そうですね。でね、今回ねタイトルマッチで勝ってね、ただおそらく次は斉藤豊選手との環太平洋のシュートのタイトルマッチだと思いますので、ね、うん。そして対する原井選手なんですけれども。原井選手はあれですよね、まあ、戦国ゴールド杯で、あの三内雅子選手に勝って決勝進出したんですよね、そうガスマンド。で、大沢選手に負けて、割と年2回ぐらいずつは試合をちょこちょこやって、まあ、ディープとかヒートとかグラチャン、うん、あとロート FC とか、あと海外に他の団体、海外の団体とかも出てたりしてますね。で、グラチャンでは、まあ、サキッタ圭司選手に勝って、アニッキー選手にリアチョークで勝って。で、あの直近あの、うん、あのロード FC の、あの日本大会でデチョークで勝って今、4連勝、うん、ノリに乗ってます。そうですね、2連続一本勝ちですから、まあ、あのまあ本当にタイトル挑戦するやっぱり資格はもう十分の選手ですからね、うんうん、ただ大沢選手的には前には勝ってる選手なんで、まあ負けるわけにいかないよっていう感じでしょうかね。次がね、やっぱり大沢選手の場合やっぱりある、まあ、本命といったら語弊がありますけど、うん、やっぱりシュートの環太平洋、そして世界っていうのがありますからね。やっぱりまあまあさらに上を目指すためにはやっぱりここで落としてるようじゃっていうのが大沢選手としてはあるでしょうね。煽りはあったかな。ちょっと待ってね。煽りはごめん、ちょっと用意できてないです。まあ、でもその前にですね、一番最新の大沢選手の試合があるんで、それをちょっと流そうかなと思います。もうこの試合もタックルがすごい。岩崎代表はちょっとその大沢選手はなんか打撃に偏重しすぎて、もっとタックルを合わせ、アタックルも交えてやっぱりあのやった方がいいんじゃないかって話をされて、まさにそれが実現できた試合ですね。そうですね。でちょっとやっぱ打撃にあのちょっと興味があったのか、ちょっとねそれでタックルだら簡単に取れるのにあえて投げ切っちゃうみたいな、ちょっとそんなところがあったんですよね。なんかこれで自分の MMA スタイルが確立された感じですよ ね。ちょっと構成を考えてったら勝てちゃったよみたいな、そんなマイクをしてましたけどね。俺強えなみたいな。ちょっと頑張ったら勝っちゃったみたいな、まあそういう軽いというかね、うん、あの力が抜けてるところがやっぱり大沢選手の、まあ、バックボーンがある、結構下から攻めてる、あのテイクダウン取られても下から攻めるっていうイメージはすごくあります。この試合もとにかくその応援団がすごくて、で大沢選手がねもうタックルでテイクダウン取る前にもうわーうわーってなって、やっぱりだからあのパンチってやっぱり速いから見えなかったりするじゃないですか。でもタックルは
取れば明らかに有利じゃないですか。だからやっぱりそのタックルってそのやっぱ応援団から見るとすごくその強く見えるそのやっぱアイコンっていうか強く見えるあれなんだなっていうのが。吹っ飛びますからね。そうですね、やっぱり吹っ飛びますね、タックルは。そうですね、ああ特にやっぱりそうですよね、吹っ飛ぶから余計あの目立つっていうか、うん、だからもうタックル来たらわータックル来たらわーって、うん、まあ本当会場はそのくらい盛り上がっていいですね。そうですね、本当に、うん、あの去年の中で去年のその、まあ、クラッシュがやっぱ盛り上がったりしますけど MMA の試合で一番盛り上がったんじゃないかな、この試合が。確かに暑、はい、かったですね、ものすごく暑かった。作田選手、作田選手、本当は本名は作るターンなんですよね、確かね。どうしてもどうしてもあれだけ先だから作田って呼んじゃうんですけど、本当は作田です、はい。なんかコメントに下記とかあったんですけど、アメリカ中のヒーローが来るから、ヒーフィー来るのかね。ヒーフィーさんは来るんじゃないですか。作田です。つい先本人のコメントかもしれないです。失礼しました。すいません。すいません。いやでもまあ千葉の選手いい選手多いですね。そうですね、まあ、千葉みんなてか千葉ネットワークね、うん、みんな気持ちのいい性格の人も多いし、今回3人も出ますからね。あ、そうですね、山本選手と山本選手、ね、2人山本選手あれあとなんだっけ山本選手2人でいるね、うん、いいですねいいですやっぱそうですね、途中からやっぱり疲れて、やっぱり作田選手が疲れて来てたんで、やっぱりタックルもあの、ね、あの決まりやすくなって。コメント見ましたけど、フラッツラブって何でしょう。品川大先生の映画、ああ、山本選手が出てきた。ああ、はいはいはい。デッドアイランドって映画ですね。相撲の鬼ってなんですか。相撲の鬼ってなんだろう。なんでしょうね。鈴木隼人選手。ああ。ガチムネタイ。ガチムネタイ。花がありませんね。花の感じが違うでしょ。メイキって多分知り合いですね。正直すればガチャ勝てるの。うん、とも限らないね。あのね、ブレイクがすごく早いんですよ。本当すぐにあのアウトサイダーかグラチャンかぐらいブレイクが早いんで、だから塩漬けはあんまりできないですね。逆にあのテイクダウンして立たされないようにして疲れちゃって、あで逆になんかスタミナ切れて負けちゃうって選手もいるんですよ。僕もグラチャンの時に考えちゃうんですよね、ブレイクされちゃうから動かなきゃっていう。もうタックルテイクダウンしたらもうちょっと立たれそうになっても無理して立たせるぐらいの方が多分グラちゃんの戦い方としてはいいと思いますね。でかつ僅差取らないんですよ。だからすごく引き分けが多いんですね。はい、だからどちらかというとやっぱ打撃でやっぱり攻めていくっていうのが、まあ、最もグラちゃんで勝ちやすい戦い方だと思います。勉強になるなちょっと判定はね、今回のヤシャボーやっぱりウィッキー戦で結構ぶつけをかまして最終ラウンドですね。そうですね。おととい優勝面白かったな。あれ面白かった。でも作田選手は強いですね、本当に。作田選手強いですね。ああ、まあそうかもしれない。2ラウンド。ああ、そうですね。まあ、別にラウンド制ではないんですよね。リープと一緒で、トータルラウンドの評価なんですけど、はい。確かに今はちょっとブレイク遅めですね、昔はもっと早かった。そうです、昔は本当に早かったですね。パートとしてますけれども、これしんどそうだなここからが確か、あ、そうそう、足絡めてうまいですね、これこれはちょっと、ああ、今の、お、忍者チョーク、かぶりましたね。すっかりプロレス技になっている忍者チョーク。このままだと、わし、いつまんな。それ使って立とうと。
ああでも引っ張られてね、倒されないようになりましたね。とにかく立ちたいけど立たせないで、バック取って、こうやってするからね。これは僕だったらセコンドにタオルを入れてしまうみたいな気持ち折れちゃいますよね。うん、3ラウンド目でこの展開はちょっと軽く絶望しちゃいますね。でもまだ諦めてないですね。まあ、そうだね。This is シュートじゃないけど、This is グラちゃん。さあどうだ。おお、ここで、ああ、もう一発一発が。おお、もう。おおいおいおい。あ、もう動けない。ああ、おおおおおお、きついきつい。これでも完成すごいですよね。ああ、そう。すごい。この時なんて本当もう会場何も聞こえないんですよ本当。いやーすごい。これはいい試合だ。これでタイトル。あ、そうですね。マジですね。いやいい試合でしたね。素晴らしい。アルリゾンもまあ流してっていう声もあったんで。グラちゃん面白いな、うん、ありがとうございます。グラちゃんは本当に一戦一戦でもうやっぱ KO 一本率が他 の団体に比べて もう全然格段に高いので、まあ、前回のなんか6月の大会が今一つ判定が多かったって言いますけど、うん、そうなんです。あの大会は結構、はい、それがちょっと例外でほとんど8割近くあるじゃないですかね。 KO 一本じゃないですかね。うん、確かにまあね、そういうふうにもしかしたら実力差のあるマッチメイクをしてたりとかあるかもしれませんけど、でも改めて見るといい試合多いですよね。うん、確かに。はい、パオリーズ。お、これか。もう勝利のマイクがこれから六本木飲みに行くんで、大使館に。会ったことないですけどね。あ、そうなんですか。あ、そうなんです。まあ、練習はありますけど。レスリング上がりこんなに入れずに入れてる人も珍しいですね。まさに実力かというか KO ですからね。まあ、ちょっとなんかセクシーやな顔もケージ向けですよね。だから UFC 行っても結構いけるような感じがします。原選手はすごくな感じ。そうですね。全く真逆な。そうですね、なんか、あ、そうです、山口の毛利道場の選手なんですよ。そうです、そうです。そう、あの秋山翼選手ってあのアウトサイダーですよね。はいはいはい、その選手と、まあ、ちょっと仲がいいのかな。そんな話を。今は上京して、こっちでやってる感じですね。はい、そうです、こっち、全国コール。あら、決意ですけど、やっぱでもなんかパワーがあるよな。この当時はやっぱ本当打撃、打撃っていう印象ですね。絶対打ちたくないかなって思って顔がパンパンするの、大阪選手。まあまあ、しちゃえばいいですけど。楽しみだな。面白いっすね。そうですね、面白いっす。いやー、そういうわけなんで、まあ、今回はこれのメインなんですけれども、まああれですね、とりあえずちょっと、まあせっかく来ていただいてるにも
来ていただいてるんで、まあ、ケン様にもちょっとね、いろいろ今回初参戦ということでね、はい、まあちょっと、まあ、どういう試合にしたいとか、なんか、手塚選手に対する、っていうか、まあ、一番気になってるところが、グランドスラムの試合もナムファン選手と来て、はい、で、今成選手と来て、そして今度は王者、手塚選手で、どうしてこんな厳しい戦いばったりするのかっていう。検査もあってですね、あれなんですよ、改めて調べてみて思ったんですけど、うん、元含めて、UFC の選手と戦うのが、うん、今回で5人目なんですよ。UFC の選手と5人と戦ってる選手って UFC の選手以外でいるのかねって。ちなみに清水俊一選手、ゼストの金原選手、小谷直之選手、ナムバーで、手塚元信選手というですね。5人やってるっていうのは。とにかく1人で UFC に挑んで。1人 UFC。UFC バーサスで。次勝ちたい。でもなんか本当今回は、全然グラちゃんの岩崎だけとかも全然知らなくて、うん、でなんか本当にオファーが来るその日か前の日かなんかに、うん、ちょうど手塚選手が目の前にいたんですよ。あ、そう、大田区で。あ、そうなんですか。ディープの大田区見てて、あ、で目の前に本当に座ってて、うん、ふーんと思って見てたら、うん、その日か本当次の日かなんかにオファー手塚選手と戦いませんかってメールだって。メールですか。フェイスブックで。フェイスブックのメールですかね。で、岩崎さんとも会ったことなかったんですけど、で、一応まあグランドスラム出るか出ないかみたいな話があったんですけど、そこグランドスラム断ってグラちゃん出ますってことで。なんかあったんですか、そのやっぱ近くに近くにいた時なんかねちょっと感じたんですよ本当に。あ、ビビッと今更っていう部分もあるかもしれないんですけど、でもなんかうっと思って、あ、春日井とやって出てますね。そう、手塚選手は元童貞って全人形童貞か童貞で有名だった寒天選手、今春日井武選手に、はいはい、負けてるんですよね。うーん、だから、ぜひね、やっぱりそうですね、そういう意味では検査も関田選手と VV のやっぱり検査だと。まあなんかどういう試合にしたいとかなんかありますか。そうですね、まあ僕今までコーチとかあんまりいなかったんですけど、今回中原太陽選手、あ、おー、はい、ゴツのゴツの指導をちょっと受けてまして、はい、太陽選手は中原さんは手塚選手に勝ってるんで、おー、なるほど、知ってるということで、刑事ポーズ、あ、形状ですね。ああ、結構昔の話ですね。まあ、まあ大丈夫ですね。もう5年ぐらい前ですね。懐かしい刑事放送。今、中原くんのずっと指導を受けてまして。なるほど。ちょっと、でまあ、自分でもなんか変わった感じもしたし、あとちょっと身体、体の操作方法もいろいろ変えたんで、ちょっと楽しみにしてます。もともとゼストと戦い方違いますからね。そうですね。ゼストをやめてから、やめてっていうか、まあ、ゼストを今に2試合、しかやってないわけですよね、MMA っていう形では、まあ、そうですね、そういう意味ではやっぱしっくりきてきたところもあるわけですよね、はい、なんて、なんかもう格闘技の番組みたいな。佐野見てんすかね。佐野どうなんですかね。佐野コメント入れてるっぽくないですけど、絶対怒ってますよね。ツイッター見てみようかな、うんうん、なんで違って、なんで生放送中に自分のツイッターアカウント見てるのかよくわかるんですけど、あのつぶやいてないんですか。佐野さんも言ってたからいけるのダメだったんですかね、うん、まあ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 、それはともかくとして、まあちょっと他で気になるところとしてですね、うん、あれですね、先ほどにも言ってたデートチーム、デートとのつながりというか、なんでそんなケン様とつながりがあるというか親交があるっていう、いや、もう全くわからない、わからない。そもそもチームデートってどういうあれなんですか。いや、そしたら僕もテストに出てる軍団しか全く知らないです。でもね、今回、そうですよね、そうですよ、でもね、今回、なんか今回ぐらいからなんかあんまりそのチームデートダメデータ言うでもやっぱりね、観客動員ではもうやっぱりすごいですよ。ゼストにやっぱいなくなったんで、デートがなんか結構やっぱり、ね、空席が目立っちゃったんですよね。やっぱり、ゼスト恐るべしですよ。うん、
そうですね。というか、本当、ゼストさんのホームページ見ると、普通の道場じゃないっぽいですよね。うん、そうですね。なんか、募集してないですし。ね、お笑いもやって、お笑い芸人とかもやってますし、ね。子供さんとか若い子とかも多いし、加藤真由紀は、あの、年配の方もいたりとか。そうですね。なんか、女性の選手はみんな秘書検定とか持ってたりとか。うん、で、まあ、その進行を表す一枚がこれです、ね。お、出た出た。この、関係ない選手で、なんかこのデートのパッチをもらったのは、僕だけだと思います。多分、あれですよね。あ、これ何デート、あ、デートじゃないや。シャトル、シャトルです。僕の息子です。言ってるっちゃ言ってるな。伊達サトルですね。伊達サトル、ええ。これも貴重なね。また別に、ベストじゃなくてもいいんですけど、やっぱりね、出てほしいですよね、うん、デートもね。うん、やっぱり若いね、やっぱりみんな若いんで10代ぐらいですよね。そうですね。だからそういう選手もまあまあ結構ね、いい選手結構いますけど、でもやっぱり、うん、でも絶対的にはね、もっと増えてほしいところありますからね。うん、あとですね、ちょっと唐突なんですけれども、達也出た、達也さんにもちょっと分かりたいんですけど聞きたいことって何ですか。はい、まあ個人的なことで恐縮なんですけど新蹴り続報とにかく新蹴り続報多くないですか、うん、やっぱり自分のチンポにやっぱりそのコンプレックスがあるんでつまりついなんか、あ、蹴られてる、やっぱりそうですね、やっぱザバーでのところもあったんじゃないですか、やっぱりコンプレックスがやっぱそういう歪んだやっぱりあのそういうのに出ている。なんかいつも嬉しそうにチンゲリチンゲリってつぶやいてるから、なんでこの人チンゲリばかつぶやくだろう。基本的にあのなんていうか試合展開3つぐらいに分けて後で流すって感じじゃないですか。はいはいはい。でもチンゲリだけはリアルタイムっていうのがすごい気になる、ね。金的ハッシュタグをですね。そうそうそう、つけて。まあそこがすみませんちょっと気になってたんで。あとです。あとですね、ちょっと、ええ、あの別の話なんですけど、わちょっと、多い多い。はい、時間がないから間に合うのかというところですけれども、今日ってました、大井陽一さんからのお便りです、ね。おお、はい、毎日どうもお世話さん。まあとりあえず僕ケン様と面識そん なかったんで、はい、今日会うの初めてですし、ちょっとお前ケン様のことを教えてくれと。はい。でメール式見たんですよ。そしたら、はい、もうあの DM じゃなくて、あのパソコンのメールアドレスに送ると、うん、どんな長文送る気だよっていう感じ で届いたのがあるので。でまあ、僕も一番知りたかったのが、あの佐野家襲撃、はい、あれ一体どういう経緯で何があったのかっていうのをちょっとあったら教えてくれないかっていうことで教えていただきました。でちょっと朗読させていただきたいと思います。佐野家に行った時はなんか突然佐野のことをツイートしたんですが、その理由は全く分かりません。天様が佐野のことをやったらツイートしたみたいですね。あ、港区生まれ港区育ち、ナチュラルボーンお金持ちである健一さんが新しいおもちゃを見つけただけのように感じました。ただ上流階級がゆえの遠慮のなさがあのような必要な佐野いじめになったと思います。上流階級って言葉を聞いたのちょっとおもちゃは食えないですね僕個人的に。そんなこともあって格闘技の力で佐野の家に行きましょうと誘った時には2つ返事で OK もらいました。当日2時間ほどかけて以前手に入れた住所を頼りに向かいました。遠かった。当初佐野家に行ったのですが、健一さん人の目とか全く気にせずガンガン入ってきました。あと人の家の洗濯物とか平気で触ります。上流階級上上流階級上流階級上流階級、しかし誰もいなかったので職場に佐野さんの職場に向かいましたね。いざ来たものの佐野がどこにいるのか分からなかったんですが、健様が普通に受付で佐野哲也っていうのがいると思うんですがどこですかと聞いてました。普通に考えたらそんなことを聞かれて教えるわけないと思うんですけれども、健様の俺が聞いてるんだから教えてよという生まれながらのフレンドリーさであっさり教えてくれました。この辺のビビらなさ、人さらしっぷり、異常です。異常です。本当に聞いて、本当に聞きました。すげえ。サンドのいるフロアで、なんかよくわからないパンフレットをもらったりして、普通に振る舞ってました。完全に部外者なの。誤解に、誤解で。働くサンドを激写後。再び佐野県さ、本当に働いてるとこ取ったんです。いや本当に働いてるとこ取ってました。気づかなかったんですよね。気づかなかった、一生懸命仕事してた。本当に本当に気づかなかったんですか。本当に一生懸命仕事してました。で、佐野県に戻っ て、でここでお母さんに遭遇。県様のお母様世代への、懐の入り方はマジですごかったです。佐野を普段から面倒を見てる先輩みたいな立ち振る舞いで喋るお母さんがケンさんにかなり気遣っていました。
話を聞きたいんですけれど、とケン様が切り出して、お母さんが気を使って、あ、なんかどうぞと言ってくれました。ガッツポーズ取ったんですよ、あれは。部屋に入ってからは、柔らかい語り口でお母さんを女性にしていました。ちなみに、佐野の奥さんに会った時も、それ佐野が悪いよと奥さんからの佐野の愚痴と延々言ってまして、奥さんも女にしていましたどんだけ女にするんですかね。溺れましたからね、奥さんお母さんが卒業アルバムを取り出し席を外した瞬間にリビングに届いている郵便物をチェックしたり飾ってある家族写真をチェックしたり、その辺の無駄のなさが怖かったです。やるの年賀状、年賀状見ました、ね。年賀状佐野の年賀状あとアルバムを一緒に見るときのお母さんの距離感が近かったり、写真を撮るとき平気で肩を組んだりとか、俺様感はかなり発揮していました。佐野の部屋でお母さんが見てるのに勝手にベッドに横になったりとか、すでにケン様に心を許したお母さんは何も言いませんでした帰り際はお母さん、あの徹夜に行っちゃダメですからねとかなりフランクな感じで話していましたちなみにケン様は、人の人の、あ、いや、ここはカットだ、ちなみに IT 戦う IT 社長のケン様ですが、俺は社員2人ぐらいの社長とは名ばかりのこじんまりした会社かなと思ってたら社員は50人以上いるんです。ホームページがめちゃめちゃね、しっかり会社は六本木ヒルズだし、マジで大社長です。六本木ヒルズじゃないんですけどね。あ、違うんですね。六本木駅、六本木駅、おいさん違いますよ僕はあの38で周りは年下しかいない格闘技界でああしろこうしろと意見をくれたり、惜しみなく自分の人脈をいろんな人に紹介してくれる兄貴的な、存在です。いろいろ世話してくれるのですが、それでいて全く見返りを求めないのは根っからのお金持ちなのかだからなのかなと思います。兄貴的な存在と言いつつも、鶴みたいな感覚で接していますが、兄貴って感じで、はい、道をきゃんはい、あとは練習も独特で、一度吉高さんのところに練習に行こうよと誘われたんですが、まさか新幹線で大阪まで行って2分間で練習して帰ってくるとは思いませんでした。ケンさんのならではの練習スタイル尊敬します。上流階級、上流階級。あとチームデートの練習の面倒も見たいそうですけれど、毎度 やまり断られてることで、それだけは本当断られるんで、うん、ぜひともね、一緒にチームデートの方が練習して、あのみたいですね。じゃあチームデートは、はい、分かりました。打撃変調型ですし、まあ、大井裕一さんからのお便りでございます。時間が残り1分3秒ですね。今の格闘技界には、あの今の世の中には前田明が足りないというコピーがありましたけれども、これすごいいいコピーだと僕は思ったんですよ。ですね、今の世の中に足りないものって何かな、格闘技界に足りないものないかなって僕考えたんですよ。多分それはですね、あの玉金じゃないかなと思ってるんですよねさっきの、うん、意味は全然わかんないですけど、時間もほとんどないんで、まあ、何で、何が玉金って何だっていうと、守るべきもの、大事なものだと思うんですよ。なるほどですね、はい、そして子孫繁栄のシンボルなわけですから、まあ、格闘技界にも玉金的な何かが必要なんじゃないかなと僕は思っておりまして、まさに。そこであの最後はですね、皆さんにあの俺の玉金揉んでくれと叫んで終わろうかなと思ってるんですよなるほど、はい。でまあ、この俺の玉金揉んでくれの謎のツイッターアカウントなんですけれども、これ本当俺の玉金揉んでくれしか言わないんですよ、うん、そうですよね、たまになんか練習の話とかツイッターされてるんですよね。たまに賞金揉んでる感じですよね。そうですよね、はい。でまあ、実際僕個人的にただやりたかったってだけなんですけど、俺の玉木もんでくれというその発音、あのイントネーションがどんな感じなのかなっていうことで、多分俺の玉木もんでくれっていう感じじゃないかなと思ってるんですよ、ええ、それを皆さんでやっていただければと思います、はい、残り時間少ないんですけれども、はい、まあ、グラちゃんと全く関係ないんですけれども、残り20秒で やらせていただきたいと思います。そう、こういう感じですか、こういう感じで、はい、俺の玉木もんでくれ、俺の玉木もんでくれひどい生放送だじゃあそういうわけで時間切り切りですけれども、ありがとうございましたありがとうございました